回は桜の名所吉野山へ登っていく近鉄のローカル線がテーマです。近鉄吉野線は近鉄橿原線、南大阪線の橿原神宮前駅から吉野駅まで 25.2 キロを結ぶ路線です。天王寺駅に隣接する大阪阿倍橋駅から橿原神宮前駅を結ぶ南大阪線と直通運転されています。南大阪線と吉野線は近鉄では少数派の狭軌1067ミリ区間を採用しており、標準規制435ミリの橿原線とは直通できません。これは吉野線を建設した吉野軽便鉄道が国鉄線経由で貨物輸送を行っていたためです。それでは1976年の吉野線へ行ってみましょう。時間を戻すのだ。ここは国鉄和歌山線の吉野口駅、吉野軽便鉄道が最初に開業した区間の起点です。駅舎側から1、2番線を近鉄が、3、4、5番線を国鉄が使用しており、乗り換え改札はありません。DE10 型の引く貨物列車が到着したよ。近鉄乗り場には急行吉野行きが到着しました。6線形です。交換待ちで急行阿倍橋行きがやってきました。これまた6線形です。吉野口駅を出ると電車はずんずん山を登り始めます。大和田駅で準急阿倍橋行きと交換するよ。大和田高原の最寄り駅です。駅周辺に住宅はなく、ある意味秘境駅と言ってもいいでしょう。1万6000系の特急阿倍橋行きと交換するよ。吉野行き特急は1万6200系青のシンフォニーや2万6000系桜ライナーが鮮烈に加わったけれど、1万6000系もまだ頑張っているのだ。貨物列車も運行されています。多分無代機だと思いますが、メモを取っていなかったので正確には分かりません。貨物営業は1984年に廃止されたよ。クラシックなスタイルので51型も同じ年に廃車になったのだ。標高107メートルの吉野口駅から標高227メートルの吉野駅まで 15.7 キロを30分以上かけて登ってきた列車は終点の吉野駅に着きました。観光地らしく駅前にはお土産物店や飲食店が立ち並んでいます。吉野山へはここからロープウェイが便利です。今大阪阿倍橋駅から特別車両で編成された観光特急青のシンフォニーが運行されているよ。ゴージャスな車内ではスイーツや軽いお食事、アルコールなどがいただけて吉野までの旅がご機嫌なのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。